マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは、ドイツ・メンヒエングラートバッハ出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。ドイツ代表。ポジションはゴールキーパー。ボルシア・メンヒエングラートバッハ2011年のテア。シュテーゲン1996年から、ボルシア・メンヒエングラートバッハのユースチームに所属し、2009年にトップチームに昇格した。 2010から11シーズンに分で3がデビューを果たすが、当時のチームは、成績が低迷し残り6試合を残し、最下位に沈んでいた。また、クリストファー・ハイメローと、ローガン・バイリーの、両 GK はいずれも、不安定なパフォーマンスに終始していた。デビュー戦となった2011年4月10日の1、FC ケルン戦で5-1の勝利に貢献したのを、皮切りに、 小降格プレイオフ圏内の16位にまで立て直し、VFL ボーフムとのプレイオフに勝利するなど残留に貢献した。バイリーが対談した2011から12シーズンは、名実ともに、政治意見の座を確立し、バイエルン・ミュンヘンを2度破るなど、リーグ戦4位と UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。 バルセロナ2014年5月、FC バルセロナへの加入が決定した。契約期間は2019年までの5年間で、移籍金は1200万ユーロと発表された。リーグ戦での出場はなかったものの、国王杯とチャンピオンズリーグを担当し、国王杯では8試合出場5失点、チャンピオンズリーグでは、 全試合に出場して13試合11失点6試合無失点に抑えチームの三冠達成に貢献した特に印象深いセーブとして準決勝のバイエルン戦セカンドレグでのものが挙げられるバイエルン FW のレバンドフスキの至近距離からのシュートを体勢が崩れながらも左手一本でセーブこぼれ球もゴールラインを割るすんでのところで書き出した 2015年9月12日、2015から16、シーズンの第3節アトレティコ・マドリード戦でリーグ戦初出場を果たした。2016年8月28日、2016から17、シーズン第2節のアスレティック・ビルバオ戦では46本のパスをつないで、リーガ・エスパニョラの GK としては最多となる記録を達成した。 2017年5月28日、バルセロナとの契約を2020年まで延長した。2017から18シーズンは、コンフェデレーションズカップからの好調を維持。前半シーズンにおいて出場した22試合のうち15試合で、クリーンシートを達成した。2017年最後の試合であるレアルマドリードとのエルクラシコでも、好セーブを披露し、 チームの完封勝利に貢献した。エルクラシコ後には、スペインのマルカシから、GK グローブをつけたメッシと称賛された。シーズン後半戦も安定したプレーを披露し、チームのリーガエスパニョラ制覇に大きく貢献した。33節、セルタ戦では、バルセロナで、初めてのキャプテンを務めた。 シーズン終盤までアトレティコ・マドリードの GK、オブラクト・サモラ賞を争ったが、37節の、レバンテ戦の5失点が響き初のサモラ賞を獲得は、ならなかった。2017から18シーズンは、国内で2冠を達成するもチャンピオンズリーグでは3年連続ベスト、8に止まった。しかし、個人としては、世界屈指の GK という評価を受けるほど成長。 充実したシーズンを送った。UEFA によりリリースされたファン投票による2018年、ベストイレブンにメッシュと共に選出された。ドイツ代表での手足提言ドイツ代表として、UEFAU-17 欧州選手権200 2009 FIFA U、2009FIFAU-17 ワールドカップに出場した。2012年5月7日、ポーランドとウクライナで、 共同開催される UEFA ユーロ2012の代表候補に選出され、5月26日のスイス代表戦で代表をデビューしたが、試合は3から5で敗れた。2日後の5月28日に発表された23人の最終登録メンバーからは落選した。2014年5月8日、2014FIFA。 ワールドカップに臨むドイツ代表の最終候補からは落選したが一方で同年5月13日のポーランド代表戦のメンバーには招集され後半から途中出場をした2017年5月ロシアで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2017の代表メンバーに選出された FIFA コンフェデレーションズカップ2017では4試合に出場し ドイツの党大会の制覇に貢献した。2017から18シーズンの代表戦では、聖守護神のマヌエル・ノイアーが、長期離脱したこともあり、ドイツのゴールマウスを守っている。代表の聖 GK に関しては、ノイアーが復帰すれば、彼が、聖 GK だとも話している。2018年、ロシア W 杯ではクラブでの活躍やノイアーが、 長期離脱を経てからの復帰だったこともあり、手足提言を政治意見に押す声もあった。しかし、ドイツ代表監督レーブは、長期離脱明けのノヤー,ーを政治意見に据えた。このことに関して、手足提言は、シーズンを最高のレベルでプレーすることができたから、この状況に失望していることは確かだよ。でも私は、新しい目標を立てたんだ。大会中に、 ノイアーを全力でサポートすることさと述べている。しかし2019年9月には未だに、ノイアーが政治意見であることに苛立ちを感じていることを明かし、ノイアーもまた手足提言に苦言を呈していた。2021年、怪我により、ユーロ2020に参加できなかった。せーの、手足提言は、ドイツ国内では、一般的なものではなく、隣国のオランダにルーツを持つ。 彼自身は、ドイツ国籍のみを有し、自らを、ドイツ人であると感じていると語っている。メディアからは、ミニカーンと称して、往年のドイツ代表キーパーであるオリバーカーンと、比較されることもあるが、自身は、私は、マルク・アンドレ・テアシュテ言であって、他の誰でもないと表している。しかし、スペイン誌のインタビューでは、オリバーカーンがヒーローであると語っている。 ドイツ U-17 代表の頃からライバルである、ベルン・トレノとは常に、オリバー・カーンとイエン・スレイマンを引き合いに出され、メディアから比較されている。このことに関してはメディアが過剰に報道している面も、あり、手足提言は、関係がうまくいかない時期もあったが、ライバル関係なのだから当たり前だと述べ、それでも互いにリスペクトはしているという胸を述べている。 2017から18シーズン、チャンピオンズリーグのグループステージのユベントス戦において、試合終了間際に、パウロ・ディバラの決定的なシュートを、ビッグセーブで防ぎチームに、勝ち点1をもたらした。このビッグセーブを、ユベントスの GK、ブッフォンも試合終了後のピッチで称えている。第 2GK のヤスパー・シレス戦とも良好な関係を、築いているようで、 エルパイス氏でのインタビューにおいて、彼の立場は難しいものだと理解していると述べ、そのような状況において、彼のような名手が控えていてくれることは、とても心強いと発言し、お互いをリスペクトしている。出場機会を求めて2018から19シーズンを、もって、バルセロナから退団し、バレンシアへと移籍したやスパーシレッセンに対し、 SNS で感謝と今後の活躍を祈るメッセージを送った。2012年より交際を続けていたダニエラ・ヘレンと2017年に結婚した。ビッセル神戸の遺跡が決まったアンドレス・イニエスタに向けて自身の SNS 上で日本で頑張ってください。と日本語でメッセージを寄せた。ファンとの交流を大切にしており、たびたび SNS 上で ファンと交流している姿が見られる。指定ゲームは、反射神経に優れ1対1の安定感、クロスボールの処理ビルドアップロングフィードスローイングなど高水準で兼ね備え世界最高峰のゴールキーパーの一人として数えられる、キーパーグローブとスパイクは、アディバス社のものを着用している国際 A マッチ10試合、例得点。ありがとうございます。